消臭する柔軟剤、まあどれでもいいか。そういうとこがダメなんだよ草薙。消臭する柔軟剤といえばね、ハーミング消臭実感。ハミング買ってみたけどちゃんと消臭するのかな。草薙、濡れたタオルが匂わなくなる、それがハーミング消臭実感。消臭する柔軟剤、まあどれでもいいか。そういうとこがダメなんだよ草薙。消臭する柔軟剤といえばね、ハーミング消臭実感。草薙はぼーっとしてるからもう一度言うね。ハーミング、全然聞いてないけど、消臭実感。ハーミング買ってみたけどちゃんと消臭するのかな。草薙、使えばわかるよ。濡れたタオルが匂わなくなる、それがハーミング消臭実感。よースタート。いつものしごちゃんなんですけど、面白かったですね。監督さんが、あの柔軟剤の神なんですって言ったら、わかりましたなんか腑に落ちたみたいでそうだってわかんないよ、急にだって歌うとか、そうですよね。僕の存在は何なんですかっていうね。一緒にこう共演したことも CM 共演もありますけど、今回のこの第1弾のゲストとして共演するっていうのも、この感じはちょっと初めてな感じがするから、ちょっと見られたくないところをそういえば見られた感じはしますね言うなよ。ハーミング消臭実感。笑いそうにはなるんですけど、やっぱりそこはちょっとこらえて、その微妙なところがなんか面白かったですかね。ちょっとコントみたいな感じもしたし、そうだね、エレベーターの方のやつとか、ショートフィルムとかを昔二人で何本かやらさせてもらった時のことをちょっと思い出してたりとか、僕とつよぽんじゃなきゃできない空気は作れたかなとは思いますね。ハーミング消臭実感。いいなんかこう空気感とかそういうのがやっぱりあるので、慎吾ちゃんは、まあ、そうお互いなんかこういい空気を交換し合って今まで一緒にこう歩いてきたところがあるので、香り、僕にとっての完璧ですね。なかなか出ないですよこの草薙は。なかなか出ない。出ちゃいました見てみんなの顔やっぱり健康とか元気とかそういうことを実感したいですよね。毎日洗濯して綺麗になった、爽やかな気持ちを実感したいとか、そういう日常にちょっとした特別なことでもなくて、毎日あ今日はいい天気だなとか、僕はそういうのを結構実感したいなと思いますかね。実感したいこと、YouTube のチャンネル登録者数100万人ですかね。僕はもう実感しましたからね。100万人実感です僕は。100万人実感ですよ
このハミング消臭実感を使っていただいて、そうですね、爽やかな、ね、香りとともに毎日の生活が素敵になるといいですね。僕も爽やかに行きたいと思います。この CM で皆さんの頭からハミング消臭実感、僕の歌声が離れなくなると思います。もう気になってしょうがない、気づいたらいつも歌っている頭の中で口ずさんで、そんなコマーシャルになると思います。ぜひお楽しみに。